ジョン・ヘンリー・パーカー、通称ガトリング・ガン・パーカーは、アメリカ陸軍の軍人。米西戦争における、サンティアーゴ・デ・クーバ戦線で活動した大部位軍団、ガトリング・ガン主体の指揮官として知られる。最終階級は順将。ジョン・ヘンリー・パーカーは、ミズーリ州セデリアの小さな町で生まれ育った。彼は、地元の会員議員からの推薦を受けて、陸軍士官学校に入学する。 1892年には卒業し、第13不評連隊に少尉として配属される。同僚からは、ブラッキーのあだ名で親しまれた。パーカーに与えられた任務は、機関銃主体に配属される新兵の訓練であった。1890年代のアメリカ陸軍は、機関銃に大きな価値を見出しておらず、機関銃主体はしばしば将校の左遷先として、扱われていた。 それにもかかわらず、パーカーは熱心に任務を遂行し、1892年6月11日には中尉に昇進する。当時、陸軍の野砲や弾薬はそのすべてが、死役動物によって運搬された。鉄道から離れた地点への唯一の平坦手段であった、死役動物は馬車や重ワゴンを牽引している場合は、特に1500ヤード以下の距離からの、 近代的野砲による砲撃に対し極めて脆弱であった。黒色火薬を用いる短射程の古典的野砲しか備えぬアメリカ陸軍砲兵隊は近代的野砲による大砲兵射撃に対抗できなかったのである。これはアメリカだけではなく世界各国の軍人を悩ませていた。1897年、パーカーはこの問題について検討し、 先進的な機動機関銃主体戦術に関する論文を陸軍参謀本部へ提出した。これは、砲兵や輸送隊から独立した小型の荷車や馬車に十分な銃弾と軽量機関銃を搭載した部隊を編成し、敵砲兵から標的にされる前に再配置を繰り返しつつ射撃を行い、輸送隊及び死役動物を護衛するという構想であった。 この機関銃主体は全く独立した部隊として運用され、自軍砲兵隊が敵を有効射程に捉えるまで援護し続けるという役割が与えられることになっていた。パーカーの提案した戦術は当時防衛用装備に過ぎなかった機関銃を攻撃的に用いる最初の試みであったが、陸軍がパーカーの論文を採用することはなかった。米西戦争が勃発すると、 パーカー中尉は、フロリダ州タンパにて、遠征部隊の司令官ウィリアム・アール・シャフター大将と会見し、サンティアーゴで空場攻撃のために、機関銃主体を編成する許可を求めた。パーカーは、機関銃主体の構成や兵員名簿など詳細な運用計画書を作成して、シャフター将軍へと提出する。シャフター将軍はこれに目を通し、中尉の熱意と関心に感銘を受け、 この計画を承認した。5月27日、パーカーは、主任武器商士官ジョン・ティ・トンプソン大佐から、コルト社製の最新モデルであった。30後継10連銃新型の M1895 ガトリング砲を4つ受領する。また、編成期間を短縮するべく、シャフター将軍は、規制の不評連隊から兵員を引き抜く許可を与えていた。しかし、 当該連隊の中隊長らがこれが一時的な任務に過ぎないと考えていたため、ほとんどの兵員は中隊長が指名した志願兵であった。さらにある中隊長は手違いでコックを送ったとも言われている。彼はさらに機関重要のワゴンや刺激動物の調達、銃弾の手配、兵員の配置予定などの作成にあたる。そして、 自らが提唱した、機動機関銃死体戦術に基づいて独立した、機関銃死体を編成し、配属された兵士たちも、熱心に、新戦術に基づく訓練に当たった。やがて、キューバへ向かう輸送船団の積載量制限が、問題になり始めると、パーカー死体は輸送船チェロキー号に、弾薬の防衛要員なる名目で配置されることになる。こうしてパーカーは、兵員、法、 ワゴン、装備を優先して、船に積み込むことに成功したが、砲を牽引する馬はこれに含まれなかった。チェロキー号船長は、パーカー死体に魚雷提携会の任務を与えた。パーカー死体の兵士はこの任務のため、ガトリング砲の一つを人力で甲板まで運び出さなければならなかった。四門のガトリング砲と馬車、およそ三万発の三0後継弾を有するパーカー死体は、 シャフター将軍の命令で、キューバの大霧に優先して上陸する許可を与えられた。サミュエル・サムナー将軍は、一回の注意に過ぎないパーカーに、そのような権限はないとして、上陸の順序を守るように抗議したが、シャフター将軍はパーカーから連絡を受け、パーカー主体を優先して上陸させるように改めて、命令を下した。大霧に上陸したパーカーは、 すぐに砲を牽引するラバの現地調達に取り掛かった。1898年6月30日、パーカー主体はエルポソに設置されたシャフター将軍の前線司令部に到着する。パーカー主体に与えられた最初の任務は前線での援護射撃であった。この折、ガトリング砲のうち一門がシャフター将軍の側近マイリー中尉の指揮下に移る。 アメリカ軍部隊を援護するべく、君が考える最高の地点にガトリング砲を配置するように命じられたパーカーは、残る3門をサンフアン高地チの中東地付近に設置した。サンフアン高地の戦いの間、パーカー中尉とパーカー死体は、サンフアンの丘及びケトルの丘で、3つのガトリング砲を持ってアメリカ軍の攻撃を援護した。旋回砲座を取り付けられたガトリング砲は、 スペイン軍陣地を完全に射撃範囲に収めた。この3門は600から800ヤードの距離で射撃を開始し、8分半の間におよそ1万8000発の銃弾を叩き込み、防衛線に展開したスペイン兵の多数を殺傷し、動くものすべてに銃撃を続け、スペイン軍守備隊に残豪からの撤退を敷いた。セオドアルーズベルト大佐は、後にガトリング砲の銃声が、 部下の士気を高めたと回想した。我々が攻勢を開始する頃、突然我々の耳に独特のドラムを叩くような音が聞こえてきたのだ。部下の何人かは、スペイン軍の機関銃だ。と叫んだが、しかし、私は次の瞬間歓喜に飛び上がり、ガトリングだ、兵士諸君。我らがガトリングだ。と叫んだのである。そして、すぐに、騎兵たちも、 この刺激的な音に対して歓声を上げたのだ。セオドア・ルーズベルト大佐また、ルーズベルト大佐とともに、ケトルの丘を攻撃した第一、合衆国技有機兵隊隊員のゼシー・リー・ラングドンは、次のように報告した。我々はこの戦いで、幾度とスペイン軍の銃火にさらされていましたが、この構成では、一切の銃撃を受けませんでした。なぜといえば、ガトリング砲が、 丘のふもとで発砲を開始した途端、敵の誰もが叫んだのです。ガトリング。ガトリング。とそして彼らは我々から逃げていったのです。ガトリングはさらに残豪への銃撃を重ねました。もしもパーカーのガトリングによる支援がなかったならば、我々はケトルの陸を確保できなかったでしょう。ジェシー・リー・ラングドンアメリカ軍攻撃部隊がサンフアンの丘百五十ヤード前に到達し、 突撃に移り、第13不評師団のファーガソン中尉が、手信号で突撃開始を知らせるまで、パーカー死体は、残豪線への制圧射撃を続けた。サンフアンの丘を制圧した後、ガトリング砲による大戦火は、サンファンの丘頂上への突撃を引いた将兵によって、確認された。サンファンの丘頂上へ最初に到達した将校の一人で、あるボートン隊員は、 頂上の残酷は死亡あるいは、瀕死のスペイン人不評に満たされ、残酷戦の背後には、ガトリングの砲火を逃れ残酷を脱出し、そこを撃たれた兵士の死体に満たされていたと報告した。パーカー死体の名は、不評突撃の援護という機関銃の使用法を初めて用いた部隊として、アメリカ軍の記録に残されている。さらに高台の陣地を制圧したアメリカ軍は、 スペイン軍の反撃を迎え撃つ準備を始めた。パーカーは2門のガトリング砲を3ファンの丘頂上に設置した。やがて、第1合衆国義勇気兵隊と第3騎兵隊が駐屯するケトル級の陣地へ向けて、およそ600人のスペイン軍不評による大規模な反撃が始まった。パーカーは、ケトルの丘で1門のガトリングを指揮する。 グリーン軍曹に向けて600ヤードで射撃するように命令し、間もなく突撃に移ったスペイン兵に対する射撃が始まった。グリーンによる銃撃の効果はすぐに現れた。戦闘後に投降したスペイン軍将校は600人のスペイン兵のうちでガトリングの砲火をくぐり抜けたのはわずか40人程度だったように思えたと証言した。パーカーはその後、 ガトリング砲の移動を命じ、2000ヤード先で大砲兵射撃を試みていたスペイン軍の6.3インチ砲に銃撃を加え、砲兵を殺傷することに成功している。サンティアゴ戦線におけるパーカーとパーカー主体の貢献はルーズベルト大佐にも認められており、ルーズベルトは次のように記している。私はパーカーこそがこの戦いで最も信頼に値する男であろうと確信している。 彼は、機関銃の可能性を乱す類い稀な判断力と、先見の民があったのだ。さらに多大な努力のもとに、その可能性を証明した。すなわち、機関銃は、防衛だけではなく、前線の攻撃においても重要な役割を果たせるということだ。セオドア・リューズベルト大佐1898年7月2日、パーカー死体は一時的に予備隊に移され、4日には3つの、 ガトリング砲が前線への移動を命じられる。ガトリング砲はいずれも台車から降ろされ、ルーズベルト大佐から送られた2門のコルトブローニング M189050 機関銃と、共に残壕の強壁に沿って設置された。また、マイリー中尉から変換された4問目のガトリング砲は予備として後方に設置された。しかし、彼らはすぐに可能座駐屯地に移動することになる。 彼らはサンティアーゴでクーバ包囲戦にて6000発から7000発の銃弾を市街へと叩き込み無数の敵兵を殺傷し守備隊の連絡を寸断することに成功したパーカーの功績は新聞各紙によって報じられやがて彼の名は記者が名付けたガトリングガン・パーカーの通称で知られてゆくこととなる陸軍将校としてパーカーは 機関銃の運用戦術に関する講義をしばしば言った。彼はまた執筆家でもあり、数々の論文や記事をインハントリジャーナル誌など、軍の出版物に寄稿した。パーカーは1900年に大尉に昇進し、第28不評連隊に移った。1908年1月、彼はアメリカ陸軍における機関銃主体の編成及び訓練計画の作成に、 関する任務に割り当てられる。第一次世界大戦中、パーカーは大佐としてアメリカ遠征軍に所属する第26不評師団第102不評連隊を率いて最前線の戦いに参加し、上官からは何度も勇猛さを称えられた。1918年の1年間だけで彼は主君十字章を4つ、すべて別々の功績によって受賞している。パーカーは 第一次世界大戦を戦ったアメリカ陸軍の将兵のうち四つの主君十字章を得た唯一の兵士であった。急戦後も陸軍に残っていたパーカーは1924年に巡将の階級で退役した。1942年10月13日に死去しサンフランシスコ国立墓地にてかつての上官者フッター将軍と共に葬られた。ありがとうございます。